田太郎さんからですね、今日はですね、割引券を使いまして、1000円以内で終わったっていう感じですね。で今日はですね、音風景もちょっと撮ってみたんですが、まあ、ちょっと BGM が入ってますので、この音風景はですね、Facebook で、上げようかなと思います。でこれから向かうのはですね、ちょっと1年ぶりになるんですが、スーパー銭湯ゆららへ向かいます。ちょっと日頃の疲れをちょっと癒しにちょっと入ってこようかなというところですね。水曜日が定休日だったよ。
さんの動画を見てますと、東福山の、鉄道の方ですね、貨物列車の、どういったね、移動っていうか、入れ替え作業ですか、あれがなんか毎日行われているようですね。またちょっと僕のこと取締エリアです。取り行こうかなというところですね。この辺りじゃないと思うんですけどね。簡単なんですが、こちらで、動画の方終了します。ご視聴ありがとうございました。失礼します。